佐藤健と松本若菜、映画、働く細胞、で17年ぶり共演に特撮ファン長沸騰の分けライダー誌に残る伝説の姉を熱演。現在の7月クールの連続ドラマで、放送のごとにファンを増やしていっている作品といえば、ストーンズの松村北斗29も出演する、西園寺さんは家事をしない TBS 系火曜夜10時からだ。 8月6日に第5話の放送があったそんな人気ドラマの主役、松本若菜40にまたもや活躍の機会が。7月31日、長野目24と佐藤健35のダブル主演映画、働く細胞12月13日公開に松本が出演することが発表された。映画、働く細胞は清水赤ね氏の同名漫画、講談社が原作の。 人間の体の中を舞台に繰り広げられる働く細胞の物語。長野が酸素の配達員である赤血球、佐藤が細菌を容赦なく殺す白血球、そして松本は上品さとエグさを兼ね備えた免疫細胞のマクロファージを演じる。本作は6月11日に都内で行われた制作発表会の時点で仮面ライダーファンから強い関心が寄せられていた。 主演の佐藤は仮面ライダー電王テレビ朝日系2007で主人公の上良太郎を演じた特撮俳優であり会見で働く細胞の現マは今にも岩が崩れ落ちそうなところで特撮以来の爆破をやったりとか変身してヒーローをやっていた時期がありますんで人一倍そういうジャンルにはうるさいと話していたからだ そんな佐藤の出世作として有名な仮面ライダー電王は、実は今回出演が発表された松本の女優デビュー作でもあった。当時22歳の松本が演じていたのは、佐藤を演じる主人公良太郎の姉で喫茶店、ミルクディッパーの店長野上愛理。佐藤とはお互いを、良ちゃん、姉さんと呼び合う仲の良い師弟を演じていたのだ。 佐藤は当時17歳だったこともあり、頼りなくて不幸体質ながら真は強いでを講演していた。今や大スターとなった佐藤と伝説の姉である松本が仮面ライダー伝王以来17年ぶりの共演。これに特撮ファンが大沸騰しているのである。佐藤健さんが白血球役で松本若菜さんがマクロファージ役なの仮面ライダー伝王すぎる。 佐藤健さんと松本若菜さんの再共演で野上指定、仮面ライダー伝王の再実現は胸圧ライダー熱が再熱したのが伝王なので、白血球とマクロファージの野上指定だけでも見る価値があると思う。当時の役名にちなんだ野上指定が X、旧ツイッター、トレンド入りするほどの大盛況ぶりだったのだ。加えて、 松本は出演した7月19日放送のトーク番組 A スタジオプラス TBS 系で佐藤との関係が掘り下げられたばかりだった。仮面ライダー電王の終了後すぐに売れ始めた佐藤と比べると、松本はやんごとなき一族、フジテレビ系22年4月期でブレイクするまで長い年月を要したが、佐藤は松本がやんごとなき一族、 で話題になったことが嬉しかったと、エイスタジオプラスの取材に答えていて、それを知った松本は目を潤ませていたため、今回、松本が映画、働く細胞、に出ることが公になった際は、エイスタのは不利だったのか、という声も上がった。そんな佐藤と松本が共演していた電王だが、松本演じる主人公の姉、愛理は超重要な役だった。 当初はおっとりした天然、シスコン君のお姉さんで、喫茶店は彼女目当ての男性客が絶えない、子供向け番組のお姉さんとしてありがちなキャラクターとして描かれていたが、物語中盤で子供向け番組とは思えないとんでもなく重い設定が判明する。本編前に婚約者が突然失踪しており、ショックのあまり彼に関する記憶を失ってしまっていたのだ。さらに、 終盤には記憶喪失の理由が黒幕の野望を阻止するための意図的なものだったことも発覚。彼女が記憶を失うことで隠したある人物の存在が世界存亡の鍵になってくるという非常に責任重大なキャラを松本はデビュー作でいきなり任されたのである。愛理が湖で佇む姿、最終回に病院のベッドで涙を流すシーンなどは非常にはげで。 多くの視聴者の胸を打った。松本はコメディエンヌの才能だけでなく発行系女優としての顔も持ち合わせているが、電王の演技が影響を与えたところもあるだろう。仮面ライダー電王の最終回は、主人公両太郎が電ライナー、タイムマシンを見送り、いつか未来で、と微笑むシーンで締めくくられている。野上指定こと佐藤と松本にとっていつかの未来は、 今年だったようだ。A スタジオプラスにて、再生時間5秒ほどのところで二人が同じ画面に映っている。直接顔を合わせていないが、働く細胞の舞台挨拶やバラエティ番組の番宣等できっと。